怒りを込めて、また法律家の立場としても抗議をしたいというふうに思っています。先ほど青年の皆さんが今必要なのは戦争反対の声をみんなで一緒に上げていくことだと力強く話してくれました。その通りだと思います。あのベトナム戦争も国際的な戦争反対の声の中で終わらせることができました。同じように今私たち世界中の人たちと手をつないで、武力で平和は作れない、平和的解決を求める、この平和の声をしっかりと上げていく、そのようにすることで経済制裁も含めてロシアを包囲していき、またこうしている今もロシア国内では逮捕される、そういう恐れをにめげないで一生懸命反戦の声を上げているロシアの人々がいます。私たちが今こうして戦争反対の平和の声を上げることは、ロシア国内の反戦運動をしている方々を励まして、プーチンの政権が国内で政権の基盤を失っていく、そういうふうにしていけば必ず侵略行為を継続することはできなくなります。ですから皆さんと一緒に戦争反対の声をこうしてあげることは、必ず戦争を終わらせるその力になるんだということを私は確信しています。皆さん目を転じて、では今の日本の政府がどうしているかといえば、一応ロシアに侵略行為をおかしいと言っているものの、アメリカがイラクに引き起こした侵略行為についてはむしろ加担をしていました。自らが加害行為をしてきたこと、そういったこともしっかりと日本政府には反省をしてもらいたい、そういうふうに強く思っています。またロシアに対する経済制裁、しっかりと政府として行うべきだというふうに声を上げたいと思っています。そして私が法律家として今許せないと思っているのは、こういった今起きているロシアによるウクライナへの軍事侵攻、このことを口実にして憲法9条なんて無力なんだ、武力をもっと増強していくべきだ、そして核兵器まで共有するべきだと、こんな発言を今日本の一部の政治家の人たちが行っていること、本当に私は法律家として許せないと思っています。憲法9条は全く無力ではありません。そもそもロシアにもウクライナにも憲法9条のような法律はないんですから、今回のことを理由に9条は無力だなどというのは全く理にかなっていない、筋違いの言いがかりなんです。今世界中がウクライナの今の状況に心を痛めて平和の声を上げているときに、9条が無力だ、そういう言いがかりをつけるような政治家の人たちは本当に政治家失格だなと思っています。むしろ私は今回のことで憲法9条には大きな力があると確信しました。もしロシアに憲法9条があれば、戦争をしたがるプーチン大統領のようなリーダーがいても憲法9条があれば食い止めることができたわけです。戦争をしたがる権力者を縛るのが憲法9条だからです。9条があれば今回のような事態を防げた。だからむしろ私たち憲法9条を持つこの国にいる私たちは、憲法9条を世界に広げていこう、こういう声を今こそ皆さんと一緒に上げていきたい、そういう気持ちで今日この横断幕にも今こそ憲法9条を世界に生かそうと、こういうふうに書かせてもらいました。ありがとうございます。武力に対して武力をというこのような一部の政治家が今言っている核共有とか武力増強とか、こういった発言はもう時代遅れなんです。武力を高めていけば当然周辺国は脅威に感じて軍拡競争が始まってしまいます。軍拡競争が行われてエスカレートしていけば、必ずどこかで軍事衝突が起こり、核兵器が使われればそれはもう破滅への道です。武力対武力、軍事対軍事、この力の論理はもう2度の大戦を経て決して私たちの安全を守らないということが明らかになって、国連憲章で戦争が違法化されるに至ったわけです。こんな時代遅れの発言をして、被爆国でありながら核兵器を共有しようなどという
危険な理屈を言う、こういう政治家は本当に政治家失格だというふうに思っています。核兵器、これはもう人類と共存していくことはできません。被爆国日本としてやるべきことは、核兵器禁止条約に署名批准をして核兵器を廃絶していくこと、軍事の増強に私たち国民の税金をバカバカと使わないで、国民の命と生活をしっかり守って平和的に紛争を解決していく、憲法9条を世界に広げていく、これが日本の役割だと思っています。皆さん、そういう政治家をいっぱい国会に集めて選んで、平和な平和的解決を実現していきたい、そういうふうに皆さんと力を合わせていく決意を込めて私からの話としたいと思います。ありがとうございました。一応ね、すいません、もしよければなんですけれども、NPO で、ウクライナに、いらっしゃる NPO の団体で救急救援活動をしている、団体があります。ノーウォー八王子アクションで昨日も集めたんですけれども、もしよければ今日も募金箱を持ってきておりますので、よろしかったらご協力をよろしくお願いします。以上です。白賀百合子さんからご挨拶いただきました。続きまして中村さん、お願いします。皆さん、私は労働組合の役員をやっています。80年前日本が戦争を起こしました。今ここにいらっしゃる方や、今八王子駅をご利用して歩いていらっしゃる方、80年前の戦争を知らない人が圧倒的ですよね。今のウクライナの状態が80年前の日本なんだということをぜひ知ってほしい。私も知りません。でも80年前はそんなになんていうんですか、報道だとかそういう NS とかそういうのが、発達してなかったから、日本がどんな状態になってるかっていうことを世界に発信することはできなかったですよね。今あれだけの発信してるから、私たちは絶対に戦争はダメなんだっていうことをずっと言い続けてこられるし、これからもロシアの戦争をさせない、ウクライナを攻撃させないということで、これからも発信できるんだと思います。皆さん、戦争するのは軍隊だけではないんです。労働者、例えば、八王子労連には、バスの運転手さん、それから建設労働者、医療労働者います。戦争になりますと、そういう人たちがみんな戦場に送られるんですね。お医者さん、看護師さん、今一生懸命ウクライナの方に行ってる運転お医者さんたちいらっしゃいますけど、そうじゃなくって強制的に戦場に送られるんです。例えば運転手さんだってみんな軍隊の中で、まあ軍車とかを運転するんですけれども、そういうのは軍隊の中の人だけではないんですね。普通の一般の労働者が戦場にどんどん送られて、そしてそこで亡くなってしまうのが80年前もそうだったんですね。私はこの戦争というのは、さっき石山さんが戦争にいい戦争も悪い戦争もないんだとおっしゃいました。本当に戦争にこうだから戦争してもいいんだ、そんなことは絶対にないんです。戦争して犠牲になるのは本当に一般の市民だったり赤ちゃんだったり子供だったり、戦争できない人たち、一般市民の人たちが本当に犠牲になるんです。日本でもいっぱい犠牲になりました、80年前。それを私たちは忘れてはいけない。今ウクライナでされている
あの爆撃、あれは80年前に日本がされていたことなんです。だからこそ日本は憲法9条で二度と戦争はしないということを誓ったはずなんです。そして日本は唯一核兵器で2つの都市が爆発されました。長崎と広島です。そして11年前原発で福島の第一原発が爆発したことによって、今だって自分のふるさとに帰れない人が何人もいます。何万人もいます。そういう現状を今日本はあるにもかかわらず、先ほどから皆さんがおっしゃってますけれども、アメリカと核の共有するべきだとか、核はやっぱりきちんと持たなきゃいけないんだとか、そういうことを言い出している自民党の安倍元首相や日本維新の会の議員、本当に私は怒りを持って、なんであなたたちは戦争したいんだったら自分で戦争しにウクライナに行けばいいんじゃないか、戦場に行って戦争がどんなものなのかということを自分の目で確かめてくればいいんだって言いたくなります。私たち市民労働者は戦争したい、絶対に戦争はダメなんだ、戦争を止めるために一生懸命努力するしてます。今私たちもこうやってみんな戦争反対、戦争しちゃダメだ、プーチンはロシアからウクライナの攻撃をやめろ、そういうことを声を毎日毎日声を上げて言っています。八王子老園は抗議声明も出しました。ロシア大使館にも送りました。世界中でそういう戦争をしてはダメなんだ、戦争は絶対にダメ、もうすぐに戦争をやめさせなさい、爆撃をやめさせなさい、世界中でそういう声を上げてるにもかかわらず、日本の政治家が核の共有をだとか核兵器を持った方がいい、国連は何の役にも立たないんだ、だから自国で暴力、軍隊を強調しなきゃいけないんだ、そういうことを今言い出しています。そういった人たちに私たちは日本を任すわけにはいかない、本当に心から思います。戦争は、何度も言います、戦争は軍隊だけがやるのではないのです。そこに建設労働者や医療労働者、また運輸の労働者、そういう人たちが駆り出されていく、それが戦争なんだということをもう一度皆さんに訴えて、80年前の日本を再び悪夢のような戦争の場にさせてはいけない、武力を持ってはいけないんだということをもう一度強くみんなの中で声を大にして訴えたい思います。皆さん、ロシアからロシアの戦争をやめさせるため、ウクライナからロシアの軍隊が早く撤退するため、そのために一緒に力を合わせていきましょう、訴えます。ありがとうございました。中村さん、ありがとうございました。今日の、この催しには、地方議員の方も参加していただいています。ここでご紹介したいと思います。東京都議会議員の須山隆さん、お願いします。ご紹介いただきました、都庁都議会議員の須山隆と申します。ちょうどここら辺歩いてたらやっていたので、ちょっと参加をさせていただきました。皆さんのお話聞きながら、デッキの上でこの八王子駅前周りを眺めていたらですね、普通の本当にいつもの八王子の状況だなというふうに思いました。今から帰る人もいるし、今から飲みに行く人もいるし、いろんな方が普通の生活をしています。2月の23日までウクライナもそうだったんだと思います。
24日いきなりロシアが侵攻してきて、自分たちの普通が変わってしまいました。目の前に爆弾が落ちてきたり、本当に普通の生活がなくなってしまうっていうことはこういうことなんだなっていうことを、私はテレビでしか見られませんけれども、テレビの画面を通じて心を痛めています。結局先ほどから皆さんおっしゃってるように、やっぱり戦争が起こると一番被害を被るのは私たち一人一人一般市民なんだと強く思います。だからこそ政治しっかりと戦争を止めていかなくてはいけない。だからこそ言葉と言葉、対話で戦争をなくしていかなくてはいけないと強く思います。こうやって今日皆さんの前でお話をさせていただいて本当に嬉しく思いますし、こういうふうにたくさんの方がやっぱり戦争良くないよねって、他の国のことだけれどもこうやって立ち上がってくださる人たちがいるって素晴らしいことだなと思います。ぜひ今歩いてる皆さんも本当にたくさんの方、私も駅頭で募金活動のさせてもいただいてますし、昨日も八王子駅と南大沢駅でやらせていただきましたけども、本当にたくさんの方が心を痛めています。ぜひこの反戦の輪を広げていって、そして戦争をこの世界からなくしていきましょう。どうもありがとうございます。須山さん、ありがとうございました。続きまして、八王子市議会議員の、森義彦さんからご挨拶いただきます。八王子駅前へご通行中の皆様、こんばんは。アクト八王子アクトの一人森でございます。今日本当にですね、急な呼びかけにもかかわらず大勢の方にお集まりいただきましてありがとうございます。そして今この瞬間ですね、この場所を歩いている通行されている皆さんもぜひですね、光っているですね、グッズをかざしてですね、デモに参加していただけたらなと思います。ウクライナに平和を、その市民に連帯を添えてですね、しっかりですね、ロシアの侵攻が止まるように、一人一人の運動を強めていただけたらというふうに思っております。戦争、ウクライナへのですね、ロシア侵攻が始まってからもう3週間以上経つ信じられない思いです。軍事侵攻が始まったと日々緊迫感高まるですね、報道を聞きながら、まさか戦争起こらないだろうって私も心のどこかでですね、思っていたんですけれども、始まってですね、世界中でロシア侵攻やめろ、武力を使うなというですね、シュプレヒコールが上がり、そしてさまざまな、経済封鎖などがですね、行われてロシアの動きを止めようとしている。でこういうことがあればですね、差し物のロシアも止まるだろうというふうに思ったら、全然そんなことなくて、早くも3週間以上経ってしまっていると信じられない思いです。私たちはですね、武力を持たないそのような国として再出発をしたわけですけれども、非暴力がですね、暴力に勝てないといったことは決してあってはならないというふうに思っておりますし、このですね、さまざまな手段を尽くしながら、このロシアのですね、侵攻が止まるようにということで、各世界のですね、市民と連帯していかなければならないんだなというふうに感じているところです。多くの戦争というのは、独裁者によってですね、起こることが非常に多いんですけれども、ただその実際はどうかということは別にしてですね、自衛の戦争だと、自分たちを守るために武力を行使するんだということを言われることがとても多いと思います。今回もロシアはそういうようなことを言っております。実際にですね、ウクライナの住民に、ロシア系の住民がですね、被害を受けた、迫害された、そのようなこともあるように聞いております。ただですね、そのことによって、ただそのロシアのですね、武力行使が正当化されるものでは決してないということは申し上げておきたいというふうに思います。ただこのことを通じて私たちが心に留めなければならないことは、実態がどうであれ、武力をですね、行使してくる側というのは、自分たちがこのままじゃ生存できないかもしれないというふうに感じてしまうほどの差別や貧困、そしてあるいは暴力にさらされており、そういった中でですね、暴力に踏み切る人たちもいるんだということ、そしてそういったですね、差別や格差、そういったものがもしかしたら私たちの日々暮らしている中から生まれているものかもしれない、こういったこともですね、同時に自覚する必要があるのではないかというふうに思います。私たちもですね、一人の消費者として日々ですね、生活する上で少しでも安いものないかなとかですね、いろんなことを思いながら日々消費活動しているわけですけども、その中にですね、資本
社会にですね搾取されている人たちが作った生産物とかそういうものがあったりするわけですね。でこういったものがですね積み重なって戦争を生み出している、あるいはですね弾圧を生み出している、こんなこともですねあるんじゃないかというふうに思うわけです。私たちはまずはロシアをですね止めなきゃいけないってことはあるんですけども、私たちの暮らしの一つ一つの中に戦争の種がですね埋め込まれている、そんなこともですね意識しながら日々を暮らしていく必要があるんじゃないでしょうか。あとはですね私たちが日頃戦争に巻き込まれたらどうなるんだということを先ほど中村さんの方から、お話がありましたけれども、この戦争というのはですね決して無関心でいても無関係でいられない、一人一人が必ず巻き込まれて、そして加害者のサイドに立たされる、被害者だけじゃなくて加害者になることもですねあるということをですねしっかり記憶ここに留めておく必要があると思います。私ももともとは市役所の職員してましたけども、80年前 の市役所の職員は自治会や町会を通じてですね市民の皆さんを戦争協力させるのが仕事でしたから、で、赤紙をですね配って身体検査させて赤紙配って、でみんなで送り出すから皆さんで総公開しましょうなんてことをやったのが昔 の市役所であり町会自治会だったわけです。こういったですね反省、そして学校の先生なんかは子どもたちに対して国のために死ねるのが良い子どもたち、良い生徒ってことをですねやってたわけですから、こういった反省があって今の日本がですね一つ一つの働く人たちが私たちは二度と戦争しないといったことを誓って再出発しているわけですので、こういったこともですねぜひ心に留めておいていただきたいと思います。皆さんのですね一人一人お仕事は分かりませんけれども、例えば物を売っている会社だったらですね皆さんの売っている商材が戦争利用されるものだったりとかですね、その戦争のために使うからあっちには売らないでくれとか、そういうことも含めてですね戦争協力ですので、皆さん本当にこういうことが起こってしまったらですね自分たちどうなってしまうんだろうということはぜひ心に留めていきながら、日々のですね活動に広げていっていただけたらなというふうに思っております。皆さん共に頑張りましょう。森さんありがとうございました。次に八王子市議会議員の望月翔平さんお願いします。お集まりの皆さん、そして八王子駅ご利用の皆さん、こんばんは。八王子市議会議員の望月翔平です。そして森井義彦市議とともに八王子アクトのメンバーとしても活動させていただいております。本当に国内外において戦争反対という声日増しに強くなっています。そして本日も私もお昼に慶応振野内駅で宣伝をさせていただきました、募金も集めさせていただきましたけれども、若い人たちもやはりこの戦争反対、そしてウクライナへの武力侵略に心を痛めている、そういう光景もありました。今市民の皆さん、こうして集まっていただいている皆さんの声も受けて、八王子市議会においても3月9日に緊急で議会を開いて、そして趣旨説明は自民党がやって、全会一致でロシアに対する非難決議、これを全会一致で可決させることができました。その中には当然ロシア連邦によるウクライナ侵略、これに抗議をする内容も含まれておりますし、そして八王子市は今年非核平和都市を宣言してから40年を迎えます。その八王子市としてこの核の脅威を持って脅迫を続けているプーチン大統領に対して断じて容認できない、八王子市として核廃絶、そして軍備縮小、この推進をしていく、その立場もこの決議の中に明記をさせていただきました。改めて八王子市としても、そして私たち八王子市議会議員としても、この平和行政の取り組みを強化することによって、この核廃絶、そして軍備縮小、何としても進めていきたいというふうに思っています。一方で先ほどからも多くの方触れていましたけれども、岸田政権においては敵基地攻撃能力の保有、これを検討する、こういうことも言われています。敵基地攻撃能力はその名前の通りです。相手国に乗り込んでいって人も含めて殲滅をする、そういう打撃力を持つ。今日本は戦争放棄、最低限の個別的自衛権、専守防衛に徹する憲法9条というものを持っています。敵基地攻撃能力を保有するということは専守防衛の枠を超えますから、憲法9条を変えなければ彼らは敵基地攻撃能力を行使することはできない。だから今改憲を一生懸命進めようとしています。しかしその先にあるのは
戦争という道です。そして戦争という悲惨さは今まさに私たちは目の当たりにしています。子どもたち100人を超える子どもたちの命が奪われて、そして子どもたちだけではありません、一般市民、そしてウクライナ、ロシア両国の兵士たちの命も奪われています。ロシアの軍隊は兵士は戦争に行くなんていうのを知らなかった、怖い、そういう切実な思いを家族に向けてメッセージを送っているという報道もあります。戦争には勝者はいない、これはもう明らかです。そして武力侵略をした国が世界からどういう扱いを受けるかも今のロシアを見れば明らかです。日本が敵基地攻撃能力を保有するということは今日本も含めて国際社会が非難しているロシアと同じ立ち位置になり下がるということになります。私たちは断じてこの愚かな行為を許すわけにはいきません。ましてや安倍前首相が米軍との核共有をする、そんなことまで公然と言っています。核兵器が抑止力にならないことは明らかです。私たちは核を共有するのではなくて核廃絶という平和への思いを共有すべきだと考えています。そして国際社会において今核保有国を含めた5大国の妨害を乗り越えて核兵器禁止条約、これが発効しています。世界で唯一の戦争被爆国であるこの日本政府も一日も早くこの核兵器禁止条約に批准をして核廃絶に向けて国際社会においてリーダーシップを発揮していくべきだと考えています。私たちも全力で頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。望月さん、ありがとうございました。八王子駅北口、この場所で、1時間にわたって、行ってまいりました、ピースキャンドルアクション、ノーウォー、ウクライナに平和を、皆さんから素晴らしいお話をしていただきました。ウクライナの市民の方は、ロシア軍に包囲された町では、食料や医薬品がもうすでに底をついているというところもあるようです。本当一日も早い停戦を実現させていただきたいと思います。また日本政府には憲法9条を生かした平和外交を行っていただきたいと強く要望していきたいと思います。私たち八王子の若者グループ八王子アクトはこれからも平和で暮らしやすい社会づくりを目指して活動していきたいと思います。今日は急な呼びかけにもかかわらず約50名の方に参加していただきました。本当に寒い中ありがとうございました。最後に今後 の活動についてまたちょっと宣伝させていただきたいんですけど、4月3日の14時から新宿駅の東南口におきまして総掛かり行動実行委員会青年部の方たちが凱旋を行います。私たち八王子の若者も連帯いたします。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。今日は皆さん、ありがとうございました。